富山県庁舎は、富山県富山市、新総川及びその周辺にある、富山県庁の建物群の総称である。本館、南別館、東別館、県議会議児童、警察本部庁舎からなる。1935年に、現県庁舎本館が建設されて以来、富山県行政の中心となっている。周辺には、県庁舎群以外にも山県民会館、 富山市役所、富山県総合福祉会館など多くの公共施設が集まっている。また、北側正面には県庁前公園、南側には松川公園、富山城市公園があり、市民の憩いの場となっている。現在の県庁舎本館は三代目で、人通川改修によってできた廃川地に、建設前に都道府県主導の事業としては初めて土地。 区画整理事業を行い、国会議事堂の設計を担当した大倉省、永前管財局公務部長の大熊義国が監修し、1935年8月17日に完成したもので、第二次世界大戦による1945年8月1日に、富山市一円を焼き尽くした富山大空襲では、焼夷弾の直撃を受けたとされるが焼け残り、富山電気ビルディング、 NHK 富山放送局、旧富山大和などとともに焼け残った数少ない建造物である。なお焼夷弾を受け、その後修理されたとみられる痕跡が庁舎大ホールの屋根裏に残っている。建物は延べ13,490平方メートル、鉄筋コンクリート4階建てで、正面中央には屋根付きの車寄せがあり、 左右対称のデザインの外観は1階が加工岩、2階以上がクリーム色のタイルを使用し、上空から見ると漢字の日に見え中庭がある。庁舎内には建設当時に掘られた鳳凰の彫刻が4階、大会議室に残り、3階の知事室や、かつて貴品室だった特別室にも当時の内装が残っているほか、階段の手すりに使用された大理石には、 アンモナイトなどの化石が見られる、富山県の昭和初期を代表する、豪壮で風格のある近代建築で、2020年現在、全国の庁舎の中では5番目に古い。竣工から80周年を迎えた2015年、国の登録有形文化財に登録された。また、庁舎本館屋上の一部、東南側の約200平方 M を緑化し、県民に毎年期間限定で、 一般開放している。ここには1958年に富山国体が行われた際、昭和天皇が県庁屋上で読まれた歌の歌詞を制作し、設置されているほか、ベンチも設置して、県民の憩いの場所として提供している。また庁舎内の一部約100平方 M を、庁舎の歴史や概要を紹介する資料展示室として開放されている。 南別館は1961年10月30日に竣工した。地上4階の鉄筋コンクリート造りである。建築面積2234.85平方メートル。延べ床面積は15.34平方メートル。本館の南側に位置する。東別館は1986年7月30日に竣工した。地上4階。 地下1階の鉄筋コンクリート造りである。建築面積682.50平方メートル。延べ床面積は約2370.06平方メートル。本館の東側に位置する。初代県会議事堂は、皇太子、義人新王行慶記念事業として、富山城市に1909年に竣工した。現県議会議は1971年2月10日に、 竣工した。地上4階、地下1階の鉄筋コンクリート作りである。建築面積848.21平方メートル。延べ床面積は約6010.21平方メートル。本館の北西側に位置する。警察本部庁舎は1994年5月20日に竣工した。地上11階、地下2階の鉄筋コンクリート作り。 インテリジェントビルである。本館の南西側に位置する。ありがとうございます。